前編では23人の挑戦者を3つのグループに分け、トーナメントの組み合わせを確定させ、予選3回戦までを行った。 A グループは社員へのプレゼントなど相手の心を動かす営業で、最年少の塚原が勝ち上がった。 B グループは独特の発想やストーリー設計で対戦相手を圧倒した飯田の勝利。 C グループは営業未経験ながらも丁寧なヒアリングで課題解決した天山が勝ち上がった。そして最後に特別シード枠で準決勝からスタートする佐藤が加わり、こちらの4名で頂上決戦がスタートする。果たして23人の頂点に立ち、賞金100万円とトップ営業マンの称号を得るのは誰だ。ここからは準決勝になります。主にロープレのルールは予選と変わりませんが、準決勝から営業を受けた社長は、持ち点が2点、その他の社長は持ち点を1点とし、得点の多かった挑戦者が、決勝戦に進むことになります。最初に営業をした挑戦者を赤、その次に営業をした挑戦者を青として、社長方は結果発表の際に営業が良かった方の色のカードを提示してください。それでは、挑戦者の方々前にお願いします。では準決勝一組目、塚原さんから意気込みをお願いします。はい、本日はこんな貴重なお時間を作っていただきありがとうございます。ここまで登ってこれたのも自分だけの力じゃないと思っています。ここまで来たからには最後まで力尽くして頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。では飯田さん、お願いします。本当、営業というものは久しぶりにやるんですが、こうやって挑戦者として立つこと自体もなかなかないことですので、今回は貴重な機会だと思っていろいろ勉強させていただけたらと思います。よろしくお願いします。では変山さん、お願いします。はい、本日は貴重なお機会いただきましてありがとうございます。セールス未経験ではあるんですけれども、一応ここまで勝ち上がらせていただいた、はい、感謝込めて本当に最後まで頑張り抜いていきたいなと思っております。本当に評価していただいた皆さん、本当にありがとうございます。はい、お願いします。では最後、佐藤さん、お願いします。はい、まず本日は本当に貴重な機会いただきましてありがとうございます。やっぱりみんな営業マンだよね。本当にスーパーシード枠ということで、今から私はスタートになりますけれども、ここから一気にもうアクセル全開でブーストかけて、もうこのシードがちゃんと正しいっていう証明ができるように優勝を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではだいぶ謙虚な挑戦者が残ったかなと思うんですが、社長方、何か今までのこう対戦とかを踏まえた上でコメントがあればお願いします。はい、山本社長ね、ちょっと営業、初体験、初体験ですの変山君と飯田さん、はい、参加理由を教えてもらっていいですか。まず私はですね、前回出させていただいた時ですね、結構炎上しまして。ああ確かにすごかった。謙虚になれと。なので僕営業は本職じゃなくて、経営の方が本職なんですが、チャレンジャーとしてゼロからもうシードもいらないということで、ちょっと出させていただき、好感度アップを狙っております。好感度アップを狙うって言ってるあたりがもう好感度アップ。いいですね、でもね、そのチャレンジ精神、うん、ありがとうございます、はい。僕が参加させていただいた理由なんですけれども、前日まで見る側としてなんか、入るつもりだったんですけど、前職の上司の辻から、明日お前出るからって言われて、聞いてないですけどっていう話になったんですそれが震えだったのかな。急に出演が決まって、はい、でも本当にここまで来たからには頑張らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。では金田さん、なんか今までの営業を受けた上でコメントがあればお願いします。佐藤さん以外は全員僕からアドバイスさせていただいてるんですけど、その佐藤さん以外の3人、やっぱりなんで勝ち上がったかって自己分析してもらっていいですか。おお。はい、自分が今回この営業ロープレで意識したことは、知識と、その営業の技術がないため、人の心をどれぐらい動かせるような営業をできるかというところに、視点を置いてやってきました。というところが、きちんと結果につながったというところが、ここにいる理由かなと自分で思っております。飯田さん、はい、僕が勝ち上がった理由はおそらく商材を作るのがうまかったのかなと、他の人より、無茶ぶりに対しての可動域の範囲内で、どうしたらいい商材になるかっていうのを、インフルエンサーマーケティング、本当に
お金を払って活動してたタレントをお金をもらう立場にするっていうのを経験してたので、まあ、それが多分生きたのかなと思ってます。じゃあ最後変態また振られてる増してないですね。自己分析した途端震え出しましたさっき震えてたのごめんな、はい、その大層なことは言える立場ではないと思ってはいるんですけれども、まあできるだけ本当に社長さん方の理想を握って、まあ、実際が現状がどうでそれに対しての、まあ、課題ギャップがどうあるから調剤がいいんだよっていう魅力づけをしていく、ここを、まあ、やっていけたからこそ、まあ、勝ち上がらせていただけたのかなと思っております。3人ともその通りだと思うんですけど、うん、まあ、特に飯田さんは自分の世界観とストーリーを伝えるのがすごくうまくて、うん、2C 営業のトップセールスを体現したような、うん、逆に言うと震え早く止めてください集中できる頑張ってください。準決勝1組目 A グループ代表の塚原対 B グループ代表の飯田はどのような営業を見せるのか。準決勝のお題はM&A です。お、条件といたしましては東京都あきる野市の最寄り駅から徒歩20分のところにございます月50万円赤字の喫茶店を売却費用1000万円で購入いただくということが条件となっております。今回の提案相手は山本社長、はい、お願いします。あきる野市、あきる野市です、はい、森の中でしょ大学生、大学生だよね。すごいな。石丸だよ。石丸だよ。菅原くん、いけそうですか。やります。いや、すごいな。それでは制限時間5分間となっております。用意、スタート。お久しぶりです。あ、久しぶりです。どうも。今日は何ですか。今日は、M&A についてご提案させていただきたくてですね。うん、売る方、買う方。山本社長が購入していただく側。あ、買うの。いいよ、はい。好きだから教えてちょっと。あ、そうなんですね。うん、どんな物件？ですね、あきる野市の、駅から徒歩20分ぐらい、あ、あきる野市って森とか川とかしかない。はい。あ、それでしかも20分でしょ。はい。うん、で、月50万円の赤字が出ている会社です。黒字じゃなくて赤字、はい、いらないよと、まあ、言うと思ってたんですけど、うんうん、一応この1000万円で、ご購入していただきたいと。え、50万円赤字の方が0円だったら分かるけど、はい、1000万円、はい、うわ、こちら喫茶店になるんですけど、山本社長、喫茶店とかってご利用は、うん、もちろん大好き、結構頻繁に行く感じなんですね、うん、これ結論から申しますと、うん、正直山本社長ならこの月50万円の赤字が出ている会社でも、うん、絶対に、1000万以上の価値に作り上げられると自分は思ってるんで。なるほど、はい、うわ無茶ぶりやね、はい、それに1000万払うの。俺の努力で付加価値つけるけど、はい、あなたに1000万払うの。あなたっていうかその今のオーナーに、はい、それ無理があるとちゃう。あ、まあ、そうですよね。まあ、もちろんこれただ無責任にこの50万円の、うん、赤字の出ている会社を進めているように聞こえてしまうんですが、うん、これ自分の中で本当に、山本社長の力を、今までいろいろ知る機会があったんですが、うん、その力から本当にこれ山本社長しか無理だなっていうところがなんかちょっとやってみたいけどね。本当ですか。うん、自然の中の喫茶店。はい、なるほど。いかがでしょうか。まあ頑張ればなんか浮かぶかなと思うけど、はい、他の M&A の案件と比較したときに、はい、そこに1000万使うと、はい、うちもほら株主とか社員とかのお金だと思うから、はい、いけないことじゃないかなと思ってしまうけど。うん、もちろん山本社長の力だけではなく、自分も、最大限協力できることはしようと思っていて、うん、現に、まあ、インフルエンサーのキャスティング事業もしてまして、うん、インフルエンサーの方に宣伝してもらって、うん、認知度をつけたりとか。まあだからそこだと住んでる人っていうのもわざわざ電車車で来てもらうお店にしなきゃいかんな。そうですね。
まあ、でもそういったところも逆に喫茶店とかって結構森の中にあったりとか、うん、まあ、スキー場だったりとか結構人ここに来るのっていうところにあることも結構あるんですよ、うん、なのであまりその場所が不便な場所だなとは思ってなくてですね、うん、まあ正直やる人次第ではうまくいってしまうようなご提案でもあると思ってるんですよ。なるほど、うん、へえ。山本社長自身は、このご提案どうお考えですか、うん、ただでもいらないって思ってる今。あ、ただでもいらない。そのじゃあ、どうしたら山本社長が欲しくなるといったところについてはお聞きしても大丈夫ですか。もうちょいなんか物件の魅力とか、あの唯一無二な何かオンリーワンの何かがあれば関心は持つかもしれないけど、まあ、近くにテーマパークがあったりするんですけど、うん、まあ、他にもその物件に関しましては結構レトロで、うん、木造なんですよ。へ、はい、なので結構マニアックな人が来るかな。森とかね、そう、自然とか、はい、昔ボーイスカウト、はい、若い時やってたから、はい、嫌いじゃないんだけどね。あ、うん、行っては見たいかもしれないけど、まあ、一度見ていただきたいというところはあるんですが、その山本社長の今この迷っている問題点というものは、まあ、なんで赤字なのかなっていう、売上がゼロに近いのか、コストをかけすぎてるだけなのか、はい、その辺も教えてくれると。あ、もちろんあのコストはあまり正直かかっていないんですけれども、経営しているものが、まあ、なくなってしまい、うん、それを継いだものに経営の知識がなかったというところから、なるほど、はい、赤字が出てしまっているという現状なんですね。じゃあ元々は黒字だったのかな。そうです、うん、最近その業績があまり良くなってなってしまっているというのが現状でして、うん、これをどうにか山本社長に変えていただきたい、一緒に変えたいという。いや、ちょっときついかな。まだ1個もなんかメリットを感じないな。もちろんあのそのなんていうんですかね、喫茶店に関しましては終了のお時間となりました。ありがとうございます。お疲れ様です。まして飯田さんにロープレバトルを行っていただきたいと思います、はい、今回のお題は M&A です。 M&A、 はい、条件といたしましては、はい、東京都あきる野市の最寄り駅から徒歩20分にある月50万円赤字の喫茶店を売却費を1000万円で購入いただくということが条件となります。よろしいですか。わかりました。はい、それでは用意スタート。山田社長、いつもお世話になってます。どうもこんにちは。ありがとうございます、はい、今日は何ですか。いや、いつも応援させていただいている中で、うん、あの若者とかあのグローバルとか、うん、そういったところすごく熱を入れていると伺っていて、よく知ってるね。一つ、うん、M&A の案件になるんですが、うん、ちょっとおすすめのところがございまして今回紹介いただきたいと思ってます、はい、ちなみにその若者世界っていうところで、うん、M&A とかってご経験されたことってあるある。あ、結構ありますか、うん、今回あきる野市にある喫茶店なんですが、うん、おそらく調べても出てこない集客に非常に困っていて、うん、現状赤字はちょっと出ているんですけど、50万ぐらい出てるんですが、うん、あ、まあ、出てますね、はい、ただですね、うん、私あのもし買っていただいたらですね、あのビジョンが全く一緒なんですね、うん、世界に発信したいという喫茶店でございまして、でしかも経営者がですねとても若く18歳になります、うん、へ、そしてすごく頑張ってるんですが、その方にとってやっぱ50万円というキャッシュ、うん、で仕組みはすごくいいんです。世界に向けても戦えると私は確信してます、うん、例えばですね、あのすごく海外の方が、うん、すごい英語翻訳とかを先駆けてとても販管費がかかっていく中で、うん、あの海外の人満足度めちゃくちゃ高くてですね、なるほど、ほとんど海外の人のリピートという非常に狭い分野で戦ってるんですね、うん、そういう特徴があるわけですね。そうです。もし興味ございますでしょうか。どうでしょうか。まあ値段によりますね。1000万円になります。赤字だからただじゃなくて、いや1000万円になるんですね。ただその、うん、もちろん初期投資とかで、うん、ちょっと18歳の方がちょっと個人的に、まあ、あの負債を負っていたりとかそういったところもあるので、うん、1000万円 ですごくやる気があります僕。その子もついてくるわけ。もちろんでございます。あのキーパーソンとしてあの、うん、その方ですとか、あと私も非常に熱を入れてる案件ですので、うん、あの僕も何回かあきる野市まで伺って、うん、あのやってるんですけど、そこのコンセプトをですね非常に広めるのは私の方でマーケティング会社もあの引っ張ってきますので。なるほど、はい、案外リスクあるね。いや1000万で、まあ、月50万 の、うん、あの赤字なんですが、そこはどういうふうに使えばいいの。それは喫茶店として使わなきゃいけない、うん、もちろんそこがスタートだと厳しいとは思うんですけど、うん、そこのビジョンとかを実は共有いただいて、うん、で若者グローバル、その2つが兼ね備えている喫茶店ってなかなかないと思うんですね。で、うん、山本様とあの
今回ご縁があって仲良くしたいなというところで、グローバル、若者という2つの共通点がある喫茶店を全国津々浦々探してきたところ、そこが環境がね、自然豊かで、はい、そうなんですよ。森とか川とかあるんですよね、はい、非常に良くてですね、であきる野市の町おこしにもすごく良くてですね、でそこのやっぱディールとかがやっぱ若いもんで ないので御社の営業力と組み合わせはおそらく黒字化はたやすいのではないかと。僕個人的に、まあ、営業強いからね、はい、おっしゃる通りです。でもうちは学校もやってて、はい、オンラインスクールと合宿とか留学とかやってるから、はい、拠点は探してるんですよね。ありがとうございます、はい、泊まったりもできるんですか、ね、もちろんでございます。もちろん実は山本様へのリスペクトもすごくてですね、まあ、ビジョンも同じなので、そういったところで例えばその喫茶店が見ていただいてダメでも、うん、その方を雇うだけでも1000万円の価値はあると思ってます。そういうのに提案弱いですね、やっぱり。本当ですか、ありがとうございます。人材に価値があるってこと。人材に価値があります、うん、そこが確信しております。18歳でなかなか、18でそういうの頑張ってる子ってことだもんね。ただやっぱりその個人の力がないものでして、あきる野市なんで人脈もないので、やっぱ年功序列ですとかそういったところを気づかれてるんです。いや全然今まで考えてないことの提案だからね、はい、ちょっとぜひ、あきる野市遠いんですが、ちょっと見に行っていただいたりとか、うん、私もう何回も行ってますので、私の信用がまだないと思いますので、ぜひちょっと一度、なんかもっと断りたいんだけどねありがとうございます。いきなり俺の 夢のとこに合わせてきたから、どうしようかな。めちゃくちゃいい若者です、うん、でもお宅から買わなくても自分でさ、はい、いい物件あきる野市とかで探せるんじゃないの。山本様、私山本様の大変ファンでございまして、うん、その喫茶店をサーチかけて見つけたんです、自らの足で。あ、そうなんだ、はい、なので今後もお付き合いさせていただく上で、僕はマーケのプロでもございますので、うん、なるほど。その喫茶店自体を黒字にするっていうのは私も尽力させていただきますし、はい、仲介手数料も5% となっておりますので、まあ、相場とは一緒なんですが、私の価値を、まあ、そこで見出していただければと思います。いや、案外おせっかいな人ですね。いえいえ、ありがとうございます、ね、ビジョンは一緒なので、間違った方向に向かっても必ずその事業を掲げたその人材と私がついてくると思って、とか1000万円という金額いかがでしょうか。でもちょっと忙しいからね。もし担当者さん、つないでいただけたら、私その担当者さんと話してますので、で私も今後若者でグローバルというビジョンの方また見つけてまいりますので。本当にお忙しいと思うんで、資料とかをもちろん今日も作ってきたんですけど、はい、こちらもお忙しい中拝見いただいて。そうですか。お手間の時に見ていただければと思いますので。なんか夢が広がったかもしれない。ありがとうございます、うん、これからも、はい、グローバル若者というキーワードで、うん、私株式会社飯田山本さんのために。株式会社飯田、ありがとうございます。山本さんのために、はい、終了です。お疲れ様でした。ありがとうございます。すごいよね、俺的にはいじめたいっていうか、なんか言いたいんだけど、もう飲み込まれちゃった。いやいや、すみません。では、お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございます。改めて、特典のルールを、共有いたします。営業を受けた山本社長は持ち点が2点となります、うん、で、実際に営業を聞いていた、他の社長様は持ち点が1点となります。で、塚原さんが勝ったなと思った場合は赤のカードを、飯田さんが勝ったなと思った場合は青のカードを上げてください、うん、はい、それでは、社長方に勝者を発表していただきます。せーの。全票ですね、はい、飯田さんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます、すごい。それでは何名か社長方に対戦の感想をちょっとお伺いしたいなと思うので、じゃあ山本社長お願いします。もうレベルが違いましたね、うん、経験の差なのか分からないけど、うん、あと太郎くんは自信がなさそうだった、うん、もうなんか最初から目が泳いでたし、うん、ちょっとまだ自分の中で設計できてないなっていう。だから考える時間は一緒だったから、この短い期間でパッとこう課題を解決した飯田さんの勝ち、そんな気がしました。ありがとうございます。自信が飯田さんはあった、うん、ありがとうございます。茂木社長はいかがですか。そうですね、まあだから一見全く価値がないというか、むしろマイナスな価値のものをどうやって価値付けするかっていう、まあ、視点の話だけだと思うんですけど、やっぱ飯田さんは見事でしたよね。それを人材っていうところにその価値の視点をずらした。これで言えば、例えばその土地がとんでもなく広いとか、実はリニアが通るから今後上がるんだとか、まあ、さっきのサマーランドの実は敷地内に飲み込まれてそこで集客できるんだとか、まあ、そういうふうな、その今は価値ないけどどう価値をずらすかってところ、これをいかに早く思いつくかがもう勝敗を分けたかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。三浦会長、あ、
願いします。これ僕だったらなんですけど、山本社長ってその若者に未来を与えるだったりとか、まあ、そういったところ理念掲げてると思うんですけど、その18歳に夢を与えるかけるこの赤字の案件って基本売れないと思うんですよ。でそこをどう付加価値つけていくかっていうところで考えたときに、山本社長ってめちゃくちゃすごい社長なのにどういう経営をしてるとかってまだ可視化されてないんですよ。そこをこの18歳社長立てて赤字の喫茶店をどう黒字に変えていくかみたいな、要は V 字回復みたいなところを発信材料として使っていけたらいいんじゃないかなと思います。それも買っちゃうかもね。茂雄さんいかがですか。いやまあでも大学生にしてはちょっと M&A はやっぱ苦だったなっていうところあるので、それはやっぱり経験ある飯田さんが圧倒的だったと思ってます。まあ、ただ一個あるとすると最後ちょっとクロージングを僕は見たかったですね、こうちょっと資料でまたお越しくださいっていうところだったと思うので、やっぱ5分間で受注しに行くっていうところが営業の醍醐味だと思うので、そこをちょっと飯田さんできると思うんで見たいです、次の決勝戦で。ありがとうございます。じゃあ最後三浦会長。はい、はい、まあ、M&A のクロージングってめちゃくちゃ難しいんですよ。で今みたいな赤字の M&A 案件って実はあって、その時のクロージングってどう販管費をシュリンクさせて黒字化するかっていう提案なんですよ、ほとんどが。でその中で飯田さんのクロージングって別角度だったんですよ。で一点の多分光を見つけてそこに突っ走っていった感じでずっとブレなかったから、そこが良かった。途中で例えば実はなんか黒字化できるんですとかいうブレ方したらなんかちょっと面白くないんですよ。でも山本社長にとのビジョンが一緒だからぜひお願いしますっての貫くあたりがなんか飯田君の信念がかっこいいなって思ったんで飯田君に入れました。良かったです、めちゃくちゃ。いや嬉しいです、ありがとうございます。では、改めて今回は飯田さんが勝利となります。おめでとうございます。はい、いやめっちゃ勝ち持てました。準決勝1組目は全票を獲得し圧倒的な差で飯田の勝利。続く準決勝2組目、天山対特別指導区の佐藤はどちらが決勝へ進むのか。で今回の提案相手は田代社長になります。お願いします。では今回のお題は事故車です。事故車条件といたしましては、2000万円の重大な人身事故を2回起こしたフェラーリそして通常価格2800万円ということが条件でございます。はい、よろしいでしょうか。かしこまりました。はい、制限時間は5分間となっております。それでは用意スタート。はじめまして、変山と申します。田代様、本日お時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、僕がですね、扱っているのが事故車を、まあ、事故車だけを扱った会社を運営しておりまして、それを提案させていただくという形で、はい、結構特殊ですね。そうなんですよ、特殊な分野なんですけれども、結構一応いろんなお客さんからニーズあって、はい、それでやらせていただいている形なんですけれども、この事故車、今回提案させていただきたい事故車がですね、はい、2800万円の価格にはなるんですけれども、はい、2回重大な人身事故を起こしているフェラーリで、はい、かつ、そうですね、ごめんなさい、かつというか、2000万円の、ごめんなさい、事故を2回起こしたフェラーリになります。はい、で大丈夫なんですか?2回重大な事故を起こしてって大丈夫なんですか?ですね、そちらに関しては、買っていただく方の、受け取り方次第かなと思っていただく、まあ、そうだと思うんですけど、はい、だからなんかアクセル踏み込んだ時にこうそんなにスピードが出ないよとか、はい、なんか乗っててガタガタするよとか、なんかそういうのは大丈夫なんですか。はい、ですね、そこに関しては一応問題はあるかなと思ってあります。そうです、そうです、あるんですね、なるほど。はい、ただ今回僕がご提案させていただきたい内容がですね、この事故車を、普通の、普段乗っていく車としてご提案させていただきたいわけではなくて、はい、なるほど。例えばそれこそなんか事故車なので、はい、やっぱりそのいいネタに、まあ、YouTube やっていらっしゃったりとかしますか。たまに出たりはしてるんですけど、事故車の社長のイメージがついちゃうってことですか。そうですね、それは一つあるかもしれないですなるほど、はい、はい、で、まあ、事故車を、乗っていただくっていうよりはなんか例えば家に飾っていただくであったりとか、その YouTube のネタとして使っていただくだとか、はい、なんかそういった形でいろいろお使いいただけるといいかなと思っております。それが2000万する2800万円になります。はい、ちなみになんですけど、今会社経営やっている中でなんか困ってる、お困りごとだったりとか、なんか困っている点
なんかここが問題としてあるみたいなところって何かあったりしますか？売上だったり採用だったり。私はその、まあ、人がどんどん増えていったりしているので、はいはい、今東京、大阪、福岡、ニューヨークで次シリコンバレーっていう感じなんですけど、はい、あの海外人材みたいなのをもっと、はい、あの対応していきたいなというふうには思っているので、はい、結構まあ英語が話せるとかその他の言語が話せるような優秀な方がどんどん入ってもらえるといいなと思ってるんですけど、はい、まあ、そのあたりの採用にちょっと課題があるかなっていうくらいですけど。ありがとうございます。それでいくと一つご提案させていただきたいのが、海外の方を例えば YouTube であったりとか、例えばその SNS を通じて集客するのはどうかっていうところでご提案させていただきたかったんです、ね、はい、合わせて、提案させていただきたかったです。これ自己社と合わせて。そうです、はい、でこの、フェラーリってやっぱりその海外の会社、はい、で日本社ではなく海外の会社なので結構、グローバルなもの、はい、製品かなと思ってます、はい、なので、フェラーリっていう単語だけでやっぱりその、いろんなターゲット、その世界のいろんなターゲットを引っ張れるかなと思っておりますし、あとはやっぱりその事故者、その2回事故を起こしたっていうところでもやっぱ海外に向けて発信しつつやっぱり面白さも取れるみたいな、そういったところで、なんかそれだったら新車の方が僕は、はいはい、いいかなと思うんですけど、あんま費用的な問題というよりは、はい、なんか安全面にこうリスクを抱えながら、はい、あのただ乗らないのに、はい、展示するだけで2800万とかはちょっと高いんじゃないかなと思ったんですけど。ありがとうございます。確かに、乗るって考えたら、おっしゃる通りだと思ってます。ただそのどっちかっていうと乗るっていうよりは、まあ、その集客であったりとか、まあ、SNS からの流入の、まあ、ネタとして使っていただく方がすごいいいかなと思ってます。なんか YouTuber の方とかだと、はい、なんか色を塗り替えて、はい、なんかこうギラギラにしてとかって YouTube とか見たことあるんですけど、はい、なんかそれを僕も色を塗り替えてとかって、なんかどんな感じで形出せばいいですかね。そこの色とか色味とかも変えられますし、はい、もちろんそのインフルエンサーつないでそれこそ、SNS として抱き合わせで使っていただくっていうことも可能です。で僕本当に、お時間ないので、改めて伝えさせていただくと、本当に初めて、はい、のお客さんで、はい、それこそなかなか、なんて言うんだろうな、商談の場っていうところは初めて出すので、機会はないんですけれども、本当に初めてのお客さんだからこそ最後まで、はい、なんか付き添ってずっと末永く一緒に頑張っていけたらと思ってますし、協力、いろいろ協力もさせていただきますので、ぜひご一筆いただければと思います。よろしくお願いします。じゃあフェラーリとあのヘンザーさんがこれからいろいろそうですね、お手伝いしていただけるのに、はい、2800万払う必要がありそうっていう、はい、ちょっと考えさせてもらいたいですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。この課題で佐藤さんがどう売るかがめっちゃ楽しみな。お願いします。お願いします。お願いします。では続きまして佐藤さんにロープレバトルを行っていただきたいと思います。今回のお題が事故車です。条件といたしましては、はい、2000万円の重大な人身事故を2回起こしたフェラーリです。そして通常価格2800万円ということが条件となっております。よろしいでしょうか？はい、大丈夫でございます。それでは用意スタート。田代今日はお時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。あの社長って普段ご移動って何でされてたりするんですか？普段は、はい、あの運転手をつけてるんで、はい、大体アルファードでアポからアポの間は移動してることが多いです。なるほど。例えばご自身で運転することとかっていうのはあまりなかった？まあまあ休日とかに運転するときはあるかなっていう感じです、はいはい、あ、なるほど。あの確か社長ってあの世の中世界により良いものというような会社の考えというかビジョンが終わりということで、はいはいでねはい、車の中で良い車って何だと思いますか？良い車ですか、はい、結構その安全性みたいなところが僕は重視してるかなと思いますので、はいはい、そのスピードが出ても、はいまあ、人身事故を起こしてしまったりする車とかだと、はいまあ、僕もあの上場とか、はい、あのそういうところがつきまとうので、はい、自身であんまり運転してしまうと、はい、良くないかなっていうのも多少あったりはするんですけど、はい、ただ、まあ、安全性みたいなところは重視しているかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、あの社長のですね、あのまあ営業時代
すごい実績を出されたというのもちょっと事前に情報をいただいているんですけれども、例えば御社の営業の方たちって何か何かをモチベーションにしてこう頑張ってるとかってあるんですかね。ちょっとそのクライアントファーストっていうのが理念なので、本当にお客さんのためにならなければ1円もいりませんっていうスタンスでやっているので、本当にお客さんの笑顔だったりお客さんの会社が伸びていくっていうところをうちの会社のメンバーは全員心がけていると思います。なるほど。ちょっとですね、今日お持ちした商品が、はい、そのまあ社長が乗られなくてもいいんですけども、お客様のために使っていただきたいっていうすごくいい物件を持ってきました、はい、でこれ聞くとちょっとって思っちゃうかもしれないんですけども、はい、事故車です。え？で、はい、安全性を大事にする社長からすると、はいはい、もう事故車の物件なんで、そうですよね、うん、ってなると思うんですよ、はい、でその事故も2000万円の人身を2回起こしちゃってる事故車なんですいやまあまあですね、まあまあですよね、はい、ただこれですね、フェラーリで通常ですと新車で買うというか、まあ、今買うともう4000万する車ですね、うん、ただこれが2800万円で買えるんですよ。なるほど、事故車だから値段が下がってるっていう、はい、でこれのメリット、事故車ってデメリットあります、うんうん、けどメリットをちょっとお伝えしたくて、はい、やっぱりお客様ファーストの部分があるじゃないですか、はい、クライアントにフェラーリを乗れますよってもし言えたら契約率って上がると思わないですか。フェラーリをうちのお客さんが乗れる、乗れるというのをお迎えしますよとか、ちょっと何かのサービスでうちのスタッフが乗っていくんで一緒にちょっとドライブどうですかっていう付加価値として乗っていただくっていうとすごくメリットがあると思うんですよ。なるほどなるほど、はい、でスタッフの方たちもフェラーリ乗れるよ俺の会社、うん、っていうと、うん、やる気も出るし御社への求職率も上がると思うんですね。なんかその安全性を重視してて、はい、その上場とかいろいろあったりするんですけど、はいはい、運転しててなんかこう事故をさらに3回目を起こさないかとか、はい、普通の車とやっぱりスポーツカーって速度が違ったりするじゃないですか、はい、なので普通の車を運転している方がいきなり乗っちゃうと結構それもまた事故になりそうだなと思ったんですけど、はいはい、で弊社ですね、そこ の, あ の, まあ ド, ライブのドライビング技術のご指導ももちろん入れさせていただいてますの で,、はい、 ですね、なのでそうすることによってまず社員さんのやる気が上がる、クライアント満足度が上がる、新入社員の、まあ、要は求職ですね、就職率上がる。でさらにいいのがフェラーリ事故車でも5年経つと値段上がるんですよ。上がってますよね、はい、フェラーリは、ね、2800万円でご購入いただいても、これはあくまで5年前からの今の話なんですけども、5年後にやっぱり4000万円ぐらい売れてるんですよ。ってなると今後4000万円のお約束はできないんですけれども、まあ、5年で資産が上がっていく。でも事故車だから安く仕入れれる。で事故車だから万が一もう一回ぶつけちゃったとしても、社長としては新車ぶつけたらちょっとと思うところがあると思うんですけども、事故車だから、まあ、また直そうかっていうところで。ちなみにメリットはさっき言っていただいたんですけど、はいはい、事故車を買うデメリットはどうですかね。デメリットはですね、やはりその事故車っていうところでやはり再販が悪くなるケースがあります、ほとんどの車が、うん、まあ、そうですよね。ただこれフェラーリなんで大丈夫なんですよ。そうなんですね、はい、フェラーリですと事故とか全く全くじゃないですけど影響そうなく価格上がっていきますので、要は玉数が少ないので、なのでぜひまず売上アップのために一度社長に僕の横乗ってもらって、あ、こんな感じなんだって体感いただいて、でそれでご納得いただいたらぜひですねスタッフの方たちも乗っていただいて、そうすると多分目キラキラすると思うんで。安全運転ですか。安全、もちろん安全運転です。安全です。ちょっと安全禁止します、はい、ぜひ一度私安全運転なんで、はい、まず横に乗っていただいて、はい、お話深めたいと思いますんで。わかりました、はい、じゃあぜひ乗りに行きます、ね、はい、ぜひ一度お願いいたします。はい、はい、分かりました、はい、終了です。ありがとうございました。それでは、結果発表に移っていきたいと思います。赤が天山さん、青が佐藤さんでお願いいたします。で今回も田代社長は持ち点が2点、他の社長方は持ち点が1点となります。では僕の掛け声と一緒にお願いします。せーの。ほぼ満点ですね。1点だけ、田代社長が変座さんに挙げていただきましたが、他の社長方は全員佐藤さんということで、佐藤さんの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、未経験者とプロじゃ違うよ。違いましたね。ただなんか僕は車はよく分かんないんだけど、事故ったからこそなんか車が頑丈になってるとかその辺を多分言ったら両方青田代君出したんじゃないかなと。お手を受けた田代社長はいかがですか。すごいスムーズに営業されてたんで、まあ、市場に行くより最終クロージングで買わせるところまで、うん、
行けたらよかったなっていうようなところと、ヘンダンさんは未経験ながら、ここまで上がってきたんですけど、多分ちょっと1個前の動画になっちゃうかもしれないんですけど、あなた次負けますよって僕、彼にちょっと厳しめなことを言っちゃうんですけど、次負けます。うん、まあその通り負けちゃったんですけど、まあ、最後クロージングは、まあ、震えてた足を叩いてでもクロージングしてくださいって言って、まあ、最初のお客さんになってくださいっていう頑張ってクロージングしてたところもあったので1点入れさせていただきました。はい、ありがとうございます。瀬名所長はいかがですか？そうですね、私は下克上が好きなので、まあ佐藤さんが勝つだろうなって感じではあったんですけど、まあすごく安定感があったかなと思うんですけど、なんで変山さんがここまで残ってきたのかなっていうのはよく分かりました。あの今までの商品は多分、まあ、今回最終だからやっぱり相当マイナスな商品ですよね。でも多分今までの商品はまずもう人間性ですよね。多分すごく人に好かれるタイプなんだろうなと、っていうところで押してこれたけど、今回はその人間性とちょっと笑わしたりだとか、こっちの心を開くだけだとちょっと足りなかったのかなっていうので、動画後で見たら分かると思うんですけど、プロの話し方っていうのを学んだらもっとすごい営業マンになるんじゃないのかなっていうのがすごく伝わったので、よくここまで残ってきたなっていうのにまずすごいなと思ったので、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。金藤さん、お願いします。飯田さんと佐藤さんに共通しているところが意識のポイントなんですけど、なんで会社って存在するのかっていうところに意識を向けてたかなっていう。これ2つしかないですよね。1個は利益を上げるため、最大化するために組織化する、もう1個はビジョンを叶えていくって、この2つしかないですよね。じゃあ最初に2人ともできてたことっていうのは、そのビジョンをこの提案で一緒に叶えていきましょうっていうジョイン型と、その後にしっかりどちらも売り上げに寄与できるっていう、そこの利益に寄与できてるっていう、この費用対効果をしっかり訴求できてるっていう、でそこの2つの軸がしっかりあった上で最終的にワクワクした提案できてますよね。ここがやっぱりプロと素人の大きな違いかなと。でもう1個だけ言うと、こういうマイナスな商材ってそのままマイナスですよって言いがちなんですけど、もう全てのもの人ってマイナスなものでも見方を変えればプラスな面もあるんですよね。だからそこをうまく伝えられてたのが、まあ、佐藤さんだと思います。そこがもういい解説するね。そうですね、さすがですね。しかも声がいい、声もいい。ありがとうございます。じゃあ最後三浦会長お願いします。はい、ですね、正直どちらも僕買わないと思うんですよ。相当売るの難しい商材だと思うし、はい、買いたいと思う根拠は正直両方なかったんですよ。じゃあなぜ佐藤さんあげたかっていうと、楽しい感情とかワクワクする感情を相手に送ってたイメージがあるんですよ。でそこがやっぱ強かったなと思ってて、ヘンザン君は緊張とかそういうのが出ちゃったんで、受け手側も多分緊張したんですよ、うん、今のいい感情を相手に送るっていうことがまずすごい前提として大事でね、はい、なんでそこの差が出ちゃったなと思いますね。まあでも本当にヘンザン君の良さすごい分かったんで、また次回もねチャレンジして、ちょっとスキルつけてチャレンジしてください。はい、はい、期待してます。ありがとうございました。では改めましてですね、佐藤さんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございました。決勝戦は C グループ代表の飯田対特別シード枠の佐藤となった。共に準決勝を大差で勝ち上がってきた2人はどのような頂上決戦を繰り広げるのか。それでは、決勝戦に勝ち上がった佐藤さんと飯田さん、決勝戦に進む前にそれぞれですねコメントをお願いします。特別シード枠ということであったんですけども、まあ、まず一勝できてほっとしたんで、ここからはいつもの自分がより出せるなという、まあ、ちょっと安心感もあるんで、最高のパフォーマンスをして、まあ、現役トップセーラーはこういうものだというのを飯田さんに見せれればと思っております。以上です。ありがとうございます。では飯田さんお願いします。3万人中1位だかなんだか知らないですけど、とにかく僕のモットーはどんな環境でも全力をやることなんで、全力でやりたいと思います。ただもう4回やったんで手札切れつつあります。まあただね、リサイクルはせず、ちょっと新しい営業の方法でやりたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。決勝のこの2カード見ていただいた上で、社長方から何か質問であったりとかあればお願いします。予選は案外お題がポジティブっていうかいいね、プロダクトが多かったから、キャラクターとかでも上がってきたチャレンジャーいたけど、最終的にさっきの準決勝で
厳しめなお題だったら実力者が勝ち上がってきたなと思って、うん、決勝楽しみですね。ありがとうございます。では、先攻が飯田さんになりますので、佐藤さんは一度ご対戦お願いします。はい、悔いのないターバイお願いします。お願いします。お願いします。うわ、楽しみだ。では、今回ですね、提案相手は三浦会長になります。お、はい。それでは決勝のロープレバトルを行っていきたいと思います。お題ですが、今回主催者である三浦さんより発表していただきたいと思います。はい、ですね、まだ決めてなかったんですよ、はい、お題を決めないで全体の流れ見て自分なりに決めようと思ってたんですけど、最後のお題はこれです。え変だぞ。何これ。この何だか分かりません。ずっとロープレバトルの後ろにあった何の能力があるか全く僕も分かりません。でこのなんかよく分からないこの置物を100万円で僕に言ってください。なるほど。なんだこれうわなるほど、ね、分かりました。では制限時間は5分間となっております。それでは用意スタート。お世話になってます。はい、めちゃくちゃお会いしたかったです。あ、本当に。はい、うん、買取サービス あの令和の虎見てフランチャイズ完璧だって言ってよく見てくれてますね。今回紹介いただくのがちょっと同業になるかもわからないですけど、うん、私掘り出し物をですね、うん、専門と扱っているインフルエンサーでして、あ、なるほど、はい、今回特別に三浦会長に持っていただきたい一品がございます、うん、こちらです。これガーゴイルってご存知ですか。ガーゴイルは、はい、聞いたことはありますけど、おそらくガーゴイル聞いたことある人いるんですけど、うん、実際に持ってる人いますか。いないです、うん、ないですよね。もう持ってないですよね。実はこのガーゴイル、うん、日本で約1つ、うん、これ約というのはですね、もともと日本に3体あったんですけど、うん、2つはですねもうどこにあるかわからないという状態で、うん、めちゃくちゃマニアの間ではめちゃくちゃいいんですよ。鑑定士なら多分お分かりだと思うんですけど、うんうん、でもあんまり僕も聞いたことないですね。ああ、そうですか。ガーゴイル、はい、ガーゴイルって何ですかそもそも。いや、ガーゴイルってみんな分からないんですよ。だけど聞いたことがある、うん、まあある、うん、IP になってたりとか、うん、いろんなことがあるんで聞いたことあって持ってる人がいない、うん、そんなものを持っていただきたいと思って今回提案差し上げたんですが、それなんか僕に何かメリットあるんですよ。あります。はい、誰もだって知らないものを僕が持って、何が生まれるんですか。三浦さん、新庄さんに DM を送った時ありましたよね、はい、あの時の感じを思い出していただきたい、はい、喫茶店で、はい、ファミレスで、うん、この事業を思いついた時のことを思い出していただきたいんですけど。よく知ってるね、そうね。いや、もちろんでございます、うん、三浦会長、うん、新しいものにチャレンジしていただきたいんですよ、うん、このガーゴイルですとか、うんうん、今エンターテインメント芸術っていうのは既視感、貴重感から成り立ってるって言われてるんですね、うん、なんか見たことあるなとか、うん、なんかこれ感動したことあるなとか、うん、ガーゴイルを見たときワクワクしてモンスターにしてゲームで使ったと思うんですね、うんうん、あるいは遊戯王カードというものでガーゴイルと使ったと思うんです、うんうん、そんな懐かしい気持ちを体現できて、しかも誰も持ってないという希少性、うん、これが一番価値があると芸術界で言い始められてるんです。で、うん、僕はそれをすごく信じていて、うん、僕はこの掘り出し物という大きい波のインフルエンサーなんですけど、うん、僕はこれ1点、うん、持ってないけど見たことある聞いたことある確かに、はい、持ってないけど見たことも聞いたこともある。これぞアートだと、うん、僕はもうあえてこの言葉を使います。盲信しております、うん、だけど盲信から始まります、うん、全て市場というものは、うんうん、三浦さん100万円です。100万円、はい、ただ、ね、もちろん、うん、市場ゼロではありません。これを探し求める人、うん、日本に少なくとも1000人以上います。なぜかというと私フォロワーも5万人います、うんうん、で最近このガーゴイルですとか、うんうん、デスタムーソとか、うん、はい、うん、なんかそういうデスタムーソ持ってる人いないでしょ、だけどなんとなく聞いたことあるでしょ、うん、みたいな、うん、そういうものを今集めてて、うん、そういったものの一番価値があるもの、うん、これがガーゴイルです。ただ、うん、もちろん持ってる人が大事です、うん、心身気鋭の新人系の、はい、時代、うん、もちろん掘り出し物界で鑑定士として鑑定できないと思います、こんなもの、うんうん、日本に3つしかない、日本に3つあってどこにあるかもわからないものなんで、うん、それをですね持っていただくことで、うん、ただというわけにはいけません、うん、なぜかというとただだったら存在に扱われる可能性ございますから、うん、で私値段を地自らつけてまいりました、うん、100万円です、うん、これが私の落としどころであり誠意だと思ってます、うん、必ずこのストーリー含めて100万以上の価値があると思いますので、うん、もしよかったらこれをきっかけに、うん、既視感、貴重感だけど持ってないというジャンル、うん、その日本語を考えていただいて、うん、私
3年は少なくとも頑張って発信し続けますので。あ、これを俺が持っているってことを3年間発信してくれる。いや、私発信します、うん、し、そういったジャンルのものを流行らせて市場価値を上げて、うん、一番最初に皆さんにお届けします、うん、で、価値まだないです。価値がないものに価値がつくの一番利益が上がります、うん、三浦さんのビジョンである、なるほどね、みんなの給料上げれるかもしれません、うんうん、私はこの夢が叶えばいいです。私の利益必要ないです、うん、はい、私雇われですので、うん、ただそのフォロワーで今会社に貢献している自負があるので、うん、私の利益よりこのビジョンを三浦さんに託したく存じ上げます。いや、すごいすごい熱意なんですよね、はい、これじゃあこれどこに僕置けばいいんですか。できれば目立つとこに置いていただきたいですし、このストーリー、うん、私、うん、タレントもいっぱいしてます、うん、これも光様からもらった掘り出し物が値上げしてですね。僕もおととい会ったけどそれつけてました。あ、そうです。これあのリュービーもつけてた、つけてたものをもらったんですけど、うん、これも掘り出し物お渡ししてその価値が上がり、うん、その利益からいただいたものです、うんうん、私本当に利益を与える自信があります、うん、なので市場ゼロのものを確かに価値をつけるの難しいです。だけど我々の力でなんとか、うん、フォロワー5万人の拙いツイッターインスタグラムですが、うん、毎日必ず3年間この既視感貴重感があるのに持ってないを発信し続けるので、うん、それの第一人者になっていただけないでしょうか。なるほどなるほど。ちょっと買いたいぞちょっと買いたいぞ、はい、あの100万円分の価値は例えばインフルエンサーを紹介するのに何なりで埋め合わせします、うん、だけどこれ自体に価値があると確信しております、うん、もしそうじゃなかったら言ってください僕に、うん、はい、ただ3年間僕は諦めません。僕に100万円ベットしていただけないでしょうか。これは担保として お預かりします。このジャンルでは一番のものです。価値がゼロなんで。わかりました。いやすごいすごい、うん、熱意がすごいわ。めちゃくちゃいいです。すごいな。いや、尺が足りないですね、うん、最終的にこの企業で株を持っていただくまで行きたかったんですけど、うん、宗教法人になった方がええで。いや、尺が足りなかった。何の価値もないものを売るってすごいよ。飯田教すごい。飯田教すごい。飯田教だこれ。宗教、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、マジですごいな。すごいな。すごいな。アートってあれですからね。それでは続きまして佐藤さんにロープレバトルを行っていただきたいと思います、はい、お題といたしましては、はい、今回の主催者三浦会長に直接お題を発表していただきたいと思います。はい、はい、ではじゃあ行きましょう、はい、大丈夫ですか。心の準備は。はい、大丈夫です。お題はですね、はい、このロープレバトル準決勝からずっと後ろに置いてあったガーゴイルです。まあなんか分かんないじゃないですか、はい、なんか見たことあるけど、はい、これって実際何の妖怪なのか、はい、神様なのかなんか分かんないですよね、はい、価値が分かんないガーゴイルを僕に100万円で売ってください、はい、承知しました。制限時間は5分間となっております、はい、それでは用意スタート。三浦会長、今日はお時間いただきましてありがとうございます。いや、はい、ありがとうございます。どうしました今日は。今日5分間だけちょっと私お話したいなと思ってきたんですけれども、うん、まあ、三浦会長の会社って、うん、まあ、10年先ではなく100年先を見られてる会社じゃないですか、うんうん、逆に100年前とか過去のものっていうのももちろんそこを考えられてるビジネスでございますよね、うん、そうですね、はい、過去のものに価値を与えるのが僕の仕事です、ね、はい、そうですよね、うん、で今回ですね、うん、日本に唯一弊社だけ取り入れた過去のすごいものを取り入れたんですよ、うん、それに社長に価値をつけてほしくて私、うん、今日持ちました、うんうん、でそれがですねこちらのガーゴイルなんですね。ガーゴイル、はい、はい、うん、ガーゴイルじゃ聞いたことないって感じですね。あ、聞いたことはありますけど、はい、何になのか分かんないですね、うん、こちらですね何が価値があるかっていうと、うん、あのパリにあるノートルダム大聖堂、うん、これをですね約1000年前に作った人が作ったものなんですよ。あ、教会を、教会に飾ってあるのと、うん、を作った人が作ったもので、あ、作家さんがすごいってことですか、はい、で証明書もちゃんとあります。世界的な証明書も、うんうんうん、でこれをですねぜひ御社に飾っていただきたいんですね、うん、何のためにですか。はい、まあ、御社のやはりビジネスとして過去のものに価値をつける、うん、とやはり100年先を見るというところで、うん、やはり俺も1000年以上経ってるもので、うん、ここから100年200年と、うん、御社の繁栄を見守ってほしいんですね。ああ、見守ると、はい、でぜひこれをやってほしいのが、じゃあそんな大事なものをどこに飾っとくんだと。そうなんですよ、はい、どこにこれ飾っといて何の意味が、意味というか、はい、あの僕だけ価値してるのもあんまり意味がないなと思ってて、はい、
これに価値があるっていうことが、はい、みんなに共有できなきゃ意味ないんで、そうです、うん、何を置いてんの会長みたいになっちゃうんですよ、はい、これ置いてると、はい、うん、大丈夫ですか、ね、大丈夫でございます。でそこのご質問来るなと思ったのに実はちょっと今日用意してまして、うん、はいはい、まあ、会長室に置いてあるんですけれども、うん、例えばその月のもしくはその年の、うん、まあ、トップセールスもいいです、一番業績上げた部署でもいいです、うん、そこの人たちを呼んで触れる、で一緒に写真を撮れる、うん、このプレミア感をつけてほしいんですね、うんうん、でそれによってプレミア感ありますね、はいはい、あの社長と撮れてよって、うん、やっぱトップセールスになってよとか、まあ、私も営業なのでトップセールスになってよとか、うん、部署で一番成果をみんなで上げてよ、うん、チームでもいいです、うん、たちが撮れるってなると、これ100年後の御社で、うん、歴代のトップセールス、トップ部門たちがみんな触ってきたものだと、あ、なるほどね、はい、価値がだんだん価値が出てくるね、そう出てきますよね、なるほどね、はい、もともと価値があるんですよ、うんうん、でこのもともと価値があるってさらに今後10年ではなく100年先見てる社長、うん、会長が、うん、そういった価値をつけていく、うんうん、いくらぐらいだと思いますか逆に、いくらだろう、高いんですか、いやそれはもう人それぞれなので社長でいくらぐらいかなっていう、この今会長が今思うので、これ買うんですか、はい、10万円ぐらいですかね、10万円ですか、うん、実はですね100万円なんですよ、いやちょっと高いです、ただノートルダム大聖堂を作った作家が作ってる1000年以上の歴史がある、うん、で今後価値がついてくる、価値がついてくる、はい、で今後価値つくのはちょっと、はい、気になるというか魅力だなと思うんですけど、はいはい、今現状でこれっていくらで売買されてるんですか、今が100万円で売買されてます、今は100万円で売買されてて、はい、それで僕に100万円で売るってことですね、はい、じゃあ今は10日ってことですよね、そうです、うん、はい、価値通りで、それなんか安くならないですかね、安くはならないんですよ、やはり一番に話を取った人、やっぱ何でも情報もそうじゃないですか、うん、ビットコインもそうですね、うん、一番に手を出した人、一番に手を出した人はやっぱり長者になってるです、うん、なのでこれを一番に三浦会長に持ってほしいんですよ、うん、で世界に1個しかないんで、もちろん一番イコール1人なんですけれども、うん、でも一番に行ってほしいっていうのが、そのこれが僕の思いです、価値ではなくて、うん、僕の思いです、会長へので御社への思いです、うん、はい、どうしようかな、なんかもう一押し何か魅力がないとな、ちょっとなんかまあまあこれ置くのハードル高いんですよ、僕今ポップな感じに会長室作ってるんですけど、はいはい、ちょっとこれなんかダークな感じがしちゃって、はい、これに関しての説明は私も社員さんたちしっかりさせていただきます、うん、これは決してダークなものなんじゃないよと、うん、ちょっと見た目怖い顔してますけれども、うん、実はこういうのはこういう歴史がありますと、うん、だから御社のシンボルにしていきましょうと、うんうん、で社長がこういう怖い顔をした時には、うん、会長した時にはなんかガゴリになってますよって言えるようにすると会社が笑顔になって水質変わっていくんで、ぜひですねこれ100万円で御社にまず置いていただいて、今後200万300万という価値を作っていって、御社の未来と一緒にですねこのガゴリをご利用いただけると価値上がってきますんで、ぜひ一度これをご購入いただけたらと思います。会社の売上上がるんですかね。上がります。営業マンの絶対上がります。本当ですか。社長会長と写真撮れるってめちゃくちゃ嬉しいことなんで。あ、確かにそれはね、はい、その時に持ってるわけね、はい、俺がね、はい、で10年後20年後のスタッフたちが、あの、うん、部長が持ってたんだってなるんで、価値でぜひご決断お願いします。終了です、うん、ありがとうございます。なるほど、やるな。いやいや面白いな、はい、これは名勝負だ。これ難しいな。すごいことね。カーボイルなのかどうかもわからないよ。そうそうそう。そもそも。はい、ではお二人ともお疲れ様でした、はい。今回は結果発表の前に社長方から感想をお伺いしたいなと思います。では山本社長からお願いします。いや名勝負でしたね。勢いとか情熱みたいなものの論理的なものの勝負に決勝戦になったなと、どちらも納得がいく営業でした、うん、ありがとうございます。金藤さんお願いします。説得力とは熱と論理性が来ると、うん、それを体現してくれたなと思ったんですけど、もう初めて審査員もう予選からやって、うん、初めてもう頭で悩んでて、うん、松本人志の気持ち分かりましたすごいこれはありがとうございます。重谷さんお願いします。はい、いやめちゃくちゃすごかったです、うん、はい、営業の代表と社長代表でどういう戦い方をするのかなっていうところをすごい注目してて、ね、本当にお二人ともやっぱさすがだなと思いました。ちょっとこの後結果でちょっとフィードバックしたい部分があるんで、そこをお伝えできればなと思います。以上です。ありがとうございます。では重谷さんお願いします。はい、本当にすごかったって一言ですし、飯田社長の最初のプレゼン聞いた時にこれ佐藤さんいけるのかなと思ったんですけど佐藤さん
もうさらに同じぐらいのレベル感でちょっと審査員の皆さんがどういう評価をつけるのかすごく気になりますし、僕ちょっと次回プレイヤーで出たいと思ってたんですけど、勝てる気しないですこのレベルはやっぱ普段から英語やってないと難しいなと本当に思いました。いや感動しました。ありがとうございます。瀬名社長お願いします。そうですね、なんか光たい闇と誠実性か、それとも宗教性かすごく難しいですね。どちらもどちらの良さがあって、なんかでも佐藤さんはなんか実社会、でも飯田さんはこういう経営者だったりだとか、あと YouTube を見てる方たちにはすごく分かりやすい巻き込みのこの方向性だったりだとかがそれぞれ違ったので悩みますね、すごく。ありがとうございます。では茂木社長お願いします。そうですね、いやもう悩むは悩みますね。僕生まれて初めてなんじゃこのわけわからんツボっていうのを買わされる人の気持ちがちょっと分かる。どうやって買わされるんだろう。確かにツボですね。それもすごいなと思ったし、佐藤さんのやつでやっぱすごいなと思ったのは、そのなんか100年かけて価値を作るみたいな、あれ結構経営者グッとくると思うんですよね。あそこの持ってき方とかさすがプロだなって思いました。まあ、これ以上言うと結果っぽくなるので、はい、ありがとうございます。じゃあ田代社長お願いします。なんかもうちょっと好き嫌いの領域になるのかなっていうふうには思ってて、まあ再現性みたいなところって多分飯田さんみたいな人って結構いるんですよ、営業会社に。ただ1000人いて1人とかなんですよ。なんで再現性は多分難しいんだなと思うんですけど、こういう人がトップ営業マンにはなるかなっていうのもあるので、そこをまあ本当にどう皆さんが判断されるのかなっていう。ありがとうございます。じゃあ最後お手を受けた三浦会長。はい、最後のこのガーゴイルをテーマにしたっていうのが結構僕の中でポイントで、何か価値があるものとか実態が分かるものって論理的に売れるんですよ。ただ実態が分かんなくて価値もないものって、これを売れる人って正直ペテン師しかいないんですよ。だからどっちがペテン師になりきれるかっていう戦いだと思ってて、でも営業ってやっぱそういうものも要素としてなければ物は売れないんで、全てのプロダクトがいいわけじゃないんで、僕の中でこっちがペテン師だなっていうのは決まってますんで、はい、でもすごい楽しかったです。ありがとうございます。では、今回ですね、社長方は第1回ロープレサバイバルの優勝者にふさわしいと、思う方を投票用 LINE グループに、あ、そうなんですか、はい、投票してください。はい、もう送っちゃっていいんですか。はい、大丈夫です。いやー、これか、これか、難しいぞ、しかし、なんか色が分かれた気がするな。はい、では全員が集まりましたので、ここから結果発表に移っていきたいと思いますので少々お待ちください。それでは集計結果が出ましたので、第1回ロープレサバイバルの優勝者を発表していただきます。三浦会長お願いします。はい、めちゃくちゃ選びづらかったんですけど、票数は3対6でした。3対6で、第1回、ロープレサバイバル優勝者は飯田くんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれ本当になんか忖度抜きで、僕飯田くん出るの知らなかったんで、はい、忖度抜きで、でも見てる方って飯田君って社長側でも出てたから、これ忖度でしょって思うかもしれないですけど、逆に厳しい目で見たつもりなんですよ。ロープレ受けてる時に最後の10秒ぐらいで買いますって言いそうになっちゃって僕も脅そうとしたんだけど、言葉が出てこなかった。そう、もうやっぱり飯田君の凄さっていうのが間近で感じたのは、やっぱり今までいろんなことがあっても這い上がってきたこのエネルギーってここにあるんだなと思ってて、売るっていう信念とか熱量がの伝わり方がすごかったんですよ、僕の中で。だからこそ飯田君はこうやっていろんなことありながら生き残って、また新しいポジション、今もまた新しい、YouTube でいろんな人と関わり持って新しいポジションを作り出そうとして、髪型も変わってね、はい、こういうなんか芯の強さとかメンタルの強さとか何があっても復活するエネルギーを感じたんで、僕は飯田君に2票入れたんですよ。本当に嬉しいです、本当になんかちょっと感動というか、改めて飯田君の凄さを見直したし、視聴者の方も本当の多分飯田君の能力っていうのはこれから多分
いろんなメディアで分かっていくんだろうなと思ってて、うん、それを僕楽しみにしてるんで、ありがとうございます。では、今回優勝した飯田さんには、トップ営業マンの称号と、賞金100万円が贈呈されます。では三浦会長から。はい、はい、このね、100万円はでかいでかい思い切ってあの予算を振り絞りました。じゃあ100万円ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。準優勝の佐藤さんには、そうです、はい、嬉しいです。このこれからより一層お金が貯まる、はい、この300万円ぐらい入るお財布、はい、小屋市財布が、小屋市財布、飯田さんには、今後就活サバイバルネオの営業のプロ役としてご出演をしていただく形になりますので、ありがとうございます。お願いします。はい、自信持ってやれます。嬉しいです。まず総括を各社長様からいただきたいなと思うので、じゃあ茂木社長からお願いします。お疲れ様でした。そうですね、なんかあの営業の超エリート対営業の天才みたいなね、最後戦いが見れて面白かったです。あの個人的には僕は佐藤さんに優勝してほしいなと、はい、やっぱり真っ当なものを真っ当に売るプロがね、優勝してほしいなと思ったんですけど、なんだろうな、最後代々持つみたいなのが、例えばさ、アメリカのアップルとかね、そういう超有名企業がそうやってきました、それがここに来ましたみたいなストーリーがあったら、僕だったら買っちゃったかなと思いますけど、まあそれもなかなか難しいと思いますけど、はい、でもまあ飯田さんはすごいですね。なんか、うん、なんでしょう、まあ物を売るエリート対価値のないものを売る天才のね戦いで、まあちょっと飯田さんが有利なお題だったのかもなとは思いましたが、2人とも素晴らしい戦いでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ山本社長お願いします。はい、あの僕はあの決勝だけに限ったら佐藤さんにあの一票入れさせてもらって、あの僕自身もこうずっと上場会社とかで営業を指揮してきたんで、まあ、会長が言うペテンっていうのはもう絶対禁止という中でアート的 なものをちゃんとこうリアリティ持ってあの佐藤さんが表現されていて価値をつけられてたんで、あのすごく共感できて感動しました。ただ個人的に票は佐藤さん入れたんだけど、飯田さんのプレゼンの後ジーンと来たんですよね。ありがとうございます。このジーンはすごく強烈にあったので、多分ペテンを超えた何かがまだ言語化できてないんですけどそれが優勝理由じゃないかなと。僕もちょっと今日勉強になったんで、後で録画見て振り返って営業とは何ぞやと、もっと研究してみたいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ茂木さんでしょう。お疲れ様でした。はい、実は僕、スタートして30秒ぐらいでもう決まってたんですよ。僕飯田さんに入れさせてもらったんですけど、その理由が何かっていうと、要は2人ともこう希少性で売ってたと思うんですけど、佐藤さんの方は自分の会社でしか取り扱いをしないっていうふうに最初におっしゃられてて、価値をこう出すものってやっぱりこう世界で3個とか77個とか100個とか、要は誰も持ってないものってあんまり価値がつきづらいっていうところで、最初に飯田さんが世界で3個しかないってところが僕には響いて、飯田さんに入れさせてもらいました。はい、はい、以上です。はい、はい、さすが小屋市やってるからよく分かってる。世の中限定一品は勝ち出ない。そうなんですよ。なるほど、はい、なるほど、そういう支援か。はい、瀬名社長お願いします。いやー、こんなねツートンの人に優勝させるなんてちょっと正直佐藤さんに優勝してほしかったなって気持ちはあるんですけど、飯田さんに言っちゃいました。ありがとうございます。はい、まあでもまあ、やっぱり佐藤さんはこのあまりこう慣れてない環境だと思うんですよ、うん、っていう中でやっぱりあれだけの誠実なロープレされてたので、もうやはりトップセールスなんだなっていうことがよく伝わったんですけど、やっぱ飯田さんなんでこんなに嫌われてんだろうって思ったんですけど、飯田さんの私あの一言なんです、はい、市場を作ることだとか価値を作るのは盲信から始まる、はい、この言葉めっちゃいいなと思ってそうやっぱりこれがでもある意味すごい表に出られてるからこその強さだったかなと思うんですけど、強烈なキャッチコピーだとか強烈な一言を差しに来る、この短い時間だと私はこれがすごい必要だったなと思って、この言葉を作れたってところで一票入れちゃいました。ありがとうございます。見てたんですけどめちゃくちゃ嬉しいです。素晴らしかったです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。自信になります。しげさんお願いします。僕はですね、佐藤さんに実は入れさせていただいて、まあ、2人とも本当にもう圧倒的なレベルの高さで僕も勝てないなと思いました。でその中で、まあ、佐藤さんに入れた理由はこうストーリー以外に付加価値的なその企業として、まあ、僕も会社やってるのでなんかシンボルがあって、さらにそこに
オリジナルの価値をつけれるっていうところにすごく魅力を感じて、どっちかでこう10人提案した時に7人8人に取れるのが佐藤さんの営業で、飯田さんの場合はすごいアートってアイストーリーが大事だと思うんですけど、まあ、3、4割ただその人たちはもう一生売らないみたいな深さと広さというかすごい色の差があったんですけど、感動して勉強させていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ金藤さんお願いします。まあ、僕は飯田さんに入れたんですけど、まあ、再現性対唯一性みたいな、ホコタテ対決みたいなのもそうだね。僕は営業育成のプロなんで、正直佐藤さんに入れざるを得ないなと思ってたんですよ。入れると思った。てか入れなあかんなってずっと葛藤してました、うん、でもそれを超える何か言語ができないものだってそこに僕も瀬名さんが言ってたあの言葉にずっと来て入れました、うんうんうん。では先輩なんであまりこんなこと言うのもあれなんですけど、最後に一個言わせてください。飯田お前に惚れたわ惚れた。いや自信になります。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。嬉しいわ。では田代さんお願いします。いやこの後ちょっと話しづらい感じがあったんですけど、僕はあのちょっと控室というか裏とかですれ違った際にもちょっと飯田さんにも話したんですけど、1回戦終わった後に多分決勝2人になると思いますよって僕言ったんですよ。すごいね。あのまあ営業長いんで、あの見ればその人がどれぐらいできるか大体分かるんですけど、もう2人の佇まいとか話し方とかでもう常に日頃から多分もう滲み出るものがあるので、もうこの2人が来たら何か買わないといけないなっていうオーラにはなるのかなっていうところ で、本当に再現性との戦いだったとは思うんですけど、2人がどっちが好きかみたいな形のスタイルで言うと、まあ、あの再現性をどうしても出したかったので、まあ、佐藤さんの方にあの一票入れさせていただいたんですけど、僕自身のスタイルと好きなスタイルは飯田さんの方ですあの本当に同じような営業者として、僕も再現性がお前にはないって言われてずっと苦労してきたので、あのぜひ佐藤さんのようなことを皆さんやっていただいたら、まあ、ロープレイサバイバルだったので、まあ、いいのかなと思いつつも、まあ、本当に飯田さんはあの聞いててもみんなあの楽しかったと思うので、ぜひあの佐藤さんも動画見ていただければなと思います。はい、うん、ありがとうございます。これで飯田さんになんかまたコメントあるというやつは次の大会出てほしいね。挑戦してほしい。確かに確かに。飯田さんに実力で勝つっていう。確かに。じゃあ最後三浦会長から、はいはい、お願いします。はい、初めての試みでね、どうなるかとかなっては思ってたんですけども、僕としてはすごく手応えがあるし、うん、まだまだブラッシュアップできるような企画かなと思ってます。でまず第1回なんで、今回優勝者飯田君がを倒したい戦いたいっていう人たちを待ってますんで、第2回おそらく半年以内ぐらいにはやろうと思ってます、うん、あの飯田君アンチの人とかまだいると思うんですけどだったら本当に営業で倒してみろと、うんうん、そういう気持ちで待ってますんで飯田君が、はい、あのぜひちょっと第2回ある時は皆さん応募して、で2人のロープレーそうですけど、いろんなロープレー種類あったと思うんで、これを参考にしながら自分の形とか新しいあの営業のスタイルというのをみんなが作り出してくれて、ここにチャレンジしてくれて、ロープレー自体がブラッシュアップされて、うん、日本の国力が上がってね、GDP が上がってみんなが幸せになれる世界を想像して、うん、まだまだ第2回第3回やっていこうと思いますので、ぜひ、応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後飯田さんに、よくめちゃくちゃ嬉しいです。記念写真でありがとうございます、はい、やばい、スーツ着てないやつが優勝しちゃった。あんな髪型で営業を着てるから ね、これは次の挑戦者来るでしょう。あーかん、これはあかんよ。じゃあ優勝者の飯田さん、最後に一言、はい、お願いします。僕は、まあ、自分事なんですけど、僕はやっぱり偉そうとか結構言われて、まあ、炎上して、で確かに偉そうだなってめっちゃ思って、途中から見れなくなったんですよね、うん、でやっぱり偉そうじゃないするにはどうしたらいいかって言ったら、チャレンジャーとなってゼロから、しかも営業は専門ではないので、まあ、そこにチャレンジしたいという思いで正直勉強してきました今回、うんうん、なんで多分三浦会長の情報も知ってたし、皆さんの情報も知ってたと思うんですけど、ね、なんで、まあ、そこが結果に現れて、なんかこういう達成感って本当に得られにくいというか、得られがたい経験だと思うんで、絶対に自分の事業にも1月5から
始まるんですけど、マーダーミステリーという新しい事業に僕全人脈、全お金投資するんで、まあ、それの自信になったのと、必ず成績に現れると思ったんで、素晴らしい大会だと思いました。本当にありがとうございます。この機会を与えていただいて、はい、佐藤さんの敗者の弁も欲しくない？敗者の弁もう敗者じゃないですか、ね、膝まで敗者じゃないです。佐藤さん、はい、一言お願いします。はい、まず本当にミラカチこのような貴重な経験させていただいてありがとうございます、はい、やはりちょっと僕も日本一のプライドがあって、まさか、まあ、飯田さんね、審査する側の人とはいえ、もともとまさかスーツでもなくツートンカラーの人に負けるとは思ってなかったんで、ちょっとぜひね、この僕の悔しさを世の中の営業頑張ってる子たちが絶対飯田倒すぞっていう、それでみんなで倒しに行きましょう。本当だよ、はい、うん、絶対倒しましょう。飯田を倒そう、飯田を倒すという言葉にぜひ一緒に頑張っていけばと思いますんで、本当に今回は貴重な経験ありがとうございました。はい、ありがとうございます。優勝された飯田さんが実際に就活サバイバルネオで営業のプロ役として出演する回が1月の24日19時から配信されます、うん、ぜひ楽しみにしていただければと思います、第1回ロープレサバイバルは以上をもちまして終了となります。ありがとうございました。他社には招けないストーリー設計と熱量で圧倒した飯田が第1回ロープレサバイバルの頂点へと輝いた。実力者の段階を踏んだ伝え方や営業未経験ならではのヒアリングの仕方など、営業は人によってさまざまな伝え方があることを知れた回となったが、次なる第2回ロープレサバイバルではどのような挑戦者が集まり、第1回優勝者の飯田を倒す者は現れるのか。